何かあったなら遠慮しないで相談してね。大きくなってお姉ちゃんにふさわしい男になるんだもん。いいですか、簡単に男を信じすぎないことです。ありがたいお話を聞きたくなったらいつでも俺の部屋においで。俺、君みたいな子が彼女だったらすっごく嬉しいかも。そんなに拗ねないで、これからも僕を応援してほしいな。そういうところがお前のいいところなのかもな。君の笑顔には何度も救われたし、勇気づけられた気がする。同級生が兄弟とかありえねえだろ普通。姉さんのことをたくさんいじめてやりたい。やっぱりちいちゃんが一番かわいい。いいかちい、兄弟という関係以上に親密になるなよ。はあ、やっぱり女の子っていいわね。お前にはこれからも俺の一番近くで笑っていてほしい。